ていうだけなのか。疲れます。でもこの前のライブでこんな汗かいてライブ久しぶりだわって言っててなんかごめんなさいね。違うの。でももともとは本当汗かいてなんぼだと思ってたのライブは。ライブ、そう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 、うんうん、そういう風にしてたけどってことですか。そういう、なんか変わってきたんですか。違うの。それはね、若さゆえの熱量だけで、うんうんうん、エネルギーだけでやってたのが、うんうん、ちょっとずつなんか丁寧にもっとやりたいとかいろいろ思うようになって、はいはい、そのそ、ね、なんていうの、汗かく度合いがねいろいろな意味で変わったんだけど。なるほど。そうだからバーってこう上がるライブっていうのはやっぱり大事だなと思ったから、うんうん、それも含めていいライブだったと思う。ああなるほど、うん、私はそれを求めて、うん、はるちゃんをあありがとうございます。一緒にやりたいなって思ってたから。夏フェスみたいな感じだった感じですか。うん、なんかね、ちょっとはじ早めのね、夏フェス、うん。でも楽しかった。うん、すっごい楽しかったです。お母さんもそうやって喜んでくださったの、うん、嬉しいね。はい。うん、長文でね LINE が来ました。あ本当に？すごい良かったって言ってました。嬉しい。うん、年上の人にばっかりに囲まれることもあんまりないよね。きっとライブで。そうですね。今回あ年上。めぐちゃんが年下ぐらいだったかな、うんうん、それみんなに何か言われたな。あ、お母さんかな、うん、なんか先輩たちばっかだったね、うん、私割と最近は年下の方も増えてきたけど、うんうん、あーそうっすね。そうそうそう、なんか上の方とやっぱりお世話になることが多かったりするから、うん、確かに大御所さんとやること多いですよね。ね、ね、うん、いやそれが素晴らしい。いやいや怖くてお願いできない、なかなか。そうビビりながらだけどさそれも、うん、まあでもなんかいろいろ、そしたらはるちゃんにとっても、うん、新境地を見てもらえたということで、うん、はい、ありがとうございます。なるほどね、はるちゃんのハッピー論が、ハッピー論ようやく聞けました。すいません、せいながら申し訳ない。でも本当に毎日それは私考えないとまだできないかもしれない、うん、あーそうですね、うん、なんかね、なるべくなら笑って生きてた方が絶対幸せだから。みんな好きだよね、うん、悩んでても意味ないなって感じで生きてます。考えるのが苦手なんでしょうね。あそう、逆に言うとそうそう、別に着飾ってるわけ、うん、あなんかなんて言うんだろう、うん、全部オープンしてるわけじゃないけど、うん、そのやっぱ照れ隠しもあるだろうし、うんうんうん、なるほどね、真面目に喋ると笑っちゃうみたいなこと、うん、そう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 、うんうん、なんか真逆だけど、うん、でも思ってることは一緒かもしれないですね。うん、そうなんじゃないかな。わーってやってるのを、うん、こうちょっと真面目な自分を隠してるとか、うんうんうん、逆にね、そう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 、うんうん、なのかなって今話してて思いました、うんうん、確かに、うん、はるちゃん、じゃあ今はずっと幸せですか。今幸せです、とっても。じゃあこれからも、うん、きっと往生際悪くサックスを続ける、うん、と思うんですけど、はい、言い方が悪いんですけどその通りです。死ぬまでやってるんじゃないですかね、はい、どんな、うん、どんなサックス奏者でいるのが理想ですか、目標ですか。なるほど、はい、やっぱ私は、うん、なんかこう人前で、うん、お客さん対で、うんうん、やっぱ笑顔になってる人たちを見ることが好きなので、もともとやってた某所と、うん、で、そうだね、吹くところとかすごい天職で、うん、すごい幸せな時間だったので、うんうん、そういう活動がやっぱ続けたいなって思うので、うんうん、なんか何でもいいんですけど、うん、本当にお客さんが笑ってくれるようなライブだったりとか、うん、本番を増やしていきたいなと思っています。そっか、うん、じゃあ今はそういう野望を持ちつつ、うん、はい、そうですね、ちょうどね、そうやって天職だって思えるような、うん、ね、テーマパークでの演奏を、そうですね、されていたのを、うん、卒業して、はい、次のね、今天気に向かって、うん、進んでいるところだと思うので、はい、はい、そうでござる。じゃあなんかまたそういうコンサートみたいなのとかをやりたいなって思ってるんだ。やりたいですね。へー、 そっか、うん、なんかやりたこといっぱいありますけどね。いっぱいあるんだ。いっぱいありますよ、うん、
ね、なんかツアー回ったりとか、うん、なんかもうアーティストさんのツアーに回るのが夢だったりとかするし、サポートをやりたいってこと？あ、サポートやりたいし、うんうんうん、セクションで、堀江さんも一緒に回りたい。サックス二人なんてすごい豪華だよ。ねえ、うん、とかリトミックとかもやってみたい。あ、そうなんだ。ですね、うんうん、母がリトミックやってたのもあって、小さい、うん、子供たちのとかもやりたいし、ね、普通にライブも活動もやっていきたいし、うんうんうん、とにかく聞いてくれた人が笑顔になってくれる場所を、うん、はい、いろんな大なり小なり求めていきたいと、うん、おい、よし、はるちゃんの笑顔を持って皆さんを笑顔にすると、はい、せやで、うん、そんなことを思っているせやではるちゃんでした、せやでちょっとね、今回初めてこうやって、はい、サックス奏者のお友達に来てもらって、うん、大丈夫こうやってお話ししてるんだけど、はい、ちゃんと撮れてるかをまずね心配してるんだけど、はい、多分大丈夫なんだけどあのこれをあのきっかけに、はい、はるちゃんにすごいきっかけをいただいてて、これからいろんな人とこうやって喋っていってもいいかなって思っているので、うん、よきライブに出る人みんなに撮っててもいいじゃないですか。ねえ、なんかさ面白いと思う。そうそうそう、私も時間がたくさん今あるので、うんうんうん、余るほどあるから、うん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 、いろんな人に聞いてみるといいかもしれないし、ね、なんかね、もともと人とお話するの好きだからね、私はちょっとみんなのさ、なんでこう楽器を続けてるかとか気になってたんですね。そうそういうの聞くの面白いじゃん、うん、あとはなんかこう幸せのなんていうの定義みたいなさなるほど、そう美味しいものを食べる、うん、いっぱい笑う、間違いない、いっぱい寝る、なんかさ、はい、そういうのを改めてね、うんうん、聞きたいのと、よかったらファンの皆さんに、自分からはきっと発信しないだろうから、そういうこと、そうですね、あんまり言わないかもしれない。だからさ、見てもらえたらいいなと思って、うん、ぜひお願いしてみました。ありがとうございます、はい、これは編集しませんので垂れ流しです。イエイどうぞどうぞ。てな感じで、はるちゃんはたびたび登場していただくかもしれませんので、うん、はいお邪魔します。こんな感じで今日のインザパークでした。インザパーク。ハトいっぱいいる。ハト、そうなんですよ。今ね、ハトに囲まれてるんですよ。そして少女によりちょっと攻撃を受けてるっていう。怖い。そういう状況なんですけど。はい。はい。